どうも皆さん、ペペッペです。やあやあ、マリサだぜ。今日は以前ドイツの初期車両使ってたのを思い出して、唐突に DT5 と T60 使いたくなったから使っていくよ。ただ単に取ろうと思った車両がうまくいかなかっただけなんだよな。おいこら、寝たいこと言うんじゃねえよ。結局いつもの妥協した車両でいい戦績取れたから動画にする流れね。ほらブランクがあるから多少は。ね。そんなこと言ってちょこちょこ生放送はしてたじゃないですか。週2期。それはだな。言い訳したところで負け確なんだよな。ジャバンはここまでにして、ほとんどの人はわかると思うけど2両の戦車性能ってどうなのよ。DT5 は、速い、やわいって感じだな。もうちょっとまともな説明はねえのかよ。可もなく不可もない説明だと思ったんだけどな。ここは新規防災ダーリンを作るためにちゃんとした説明をだな。CG なんか使っちゃってかっこいい戦車紹介をしてだな。私もやりたいって人を一人でも増やすんや。こんな初期戦車にかっこいい紹介とかいらないと思うのは私だけだろうか。ですよねー。ってことで話していたら C 拠点近くまで来たけど、ランクが低いだけあって遠距離狙撃がないのはありがたい。初期戦車の砲精度じゃまともにまっすぐ飛ばないからな。だから私は砲撃支援を B 拠点にぶち込むのです。初期ランクなら資金弾でワンパンありえるからね。占拠している軽戦車の群れを砲撃支援で全てほぐってみたい。砲撃支援したら敵の航空機が巻き込まれたことはあったな。え、何その奇跡。よく動画では見るシーンだけど1回しか見てない。とりあえず索敵しますかな。さてそろそろ敵が来るはずなんだけどな。こちらペペスペ。こちら周囲機正面から敵がやってきたぜ。え、どこにいるし。いたいた、38とか。こっち来られても困るんで倒しちゃいますね。えちょ、キルを恵んでくれ。おいしゅうございました。キル取りたいならさっさと倒せばよかったのに。とりあえずもう強力に進んで裏取りに行くよってなんか燃えちょる。左側に敵いるじゃねえか。おケツが熱くて死んでしまう。ってことで DT5 で再出撃。町側は膠着状態ですね。これは C 拠点取りに行って裏取りに行くしかないですね。そしてキルは大量生産ですね。わかります。なんて神的なプランだ。ははは。相変わらずキルに飢えた分隊だな。というかこの状況じゃ C 拠点取らないと負けちゃう。C 拠点取られてリス制圧されたら終わりだからな。とりあえず C 拠点向かいますかな。敵がいるはずなのに拠点を取りに来ないって、これは拠点ホイホイされてんのかな。その可能性はギレゾンですね。左側の敵倒してなかったはずなので。ですね。取り逃しちゃいました。ヤマトミキが浸ったならしょうがないよね。え、私は自らいじられに行くスタイル。そんなことより正面に敵おるぜ。後でいくらでもいじってあげるから敵倒そうぜ。なんで私だけ惨めな感じなの。いいからさっさと敵倒せや。差が多すぎて敵が見えない。ハズキ撃てでも勝ってろよ。このヤワい走行でよく弾けたな。この至近距離を DT5 が弾くのは幸運にありますな。とりあえず機銃ばらまくか。どうやらドイツの小型車両だな。単発だけどあの子かなりの高貫通力だったわず。突撃隣の晩御飯するかの。ははは、今さら交代しても遅いわ。うっわ、M3 戦いなんてかちゃあいいんだよ。進行しようにもこのランク快速で動くからむやみやたらに突っ込めない。というか目の前で発砲円見えたな。3号戦車は貫通力が厄介だから即倒さないとな。砲塔内全滅したし次で終わりや。リロード時間早いって魅力的だな。即座に対応できるところが魅力ですね。フランス戦車なんかはオートローダーになるとかなり楽だからね。ただオートローダーだからといってここしか撃ちまくるとリロードで痛い目を見るっていう。そしてオートローダーになれちゃうと他の国の戦車が使えないんだよね。わかるわ。あの3号死体かな。お前さっき倒しただろ。え、その死体だっけ。今さっき倒した敵の位置を忘れるのはハトポッポーの薄ぎぬよ。これまだ奥にいるんじゃね。リスしまくってますね。敵もこちらを取りに来ないとリスキルゲーになるのが分かっているんでしょうな。あの連射は対空砲だな。デファルトだな。榴弾持ってきてます。そんなもの積むわけねえだろ。榴弾あれば楽に倒せるんですけどね。分かってはいるけど対空砲と戦うことってよっぽどのことがないとないからね。そしてさらに奥から進行してきとる。あ、やべ、外した。何してるんですかね。突っ込んでくれる敵を警戒させちゃダメなんだよな。仕方ない、詰めるか。早く出てこないかな。お前詰めるんじゃないのかよ。詰めようと思ったけど無意味に死にたくないしさ。外さなきゃこうはならなかったんだよな。キラッキラと思ったら出てきてくれたわ。この実況は妖精なのか。初期4号だったみたいだね。さすがに近づいたらワンパンされてただろうな。これもうここで待ち伏せがいいかもな。敵も余裕がないのか。かなり突っ込んできてますからね。そんなこと話してたらイタリア戦車突っ込んできてる。お前どこ撃っているんだよ。久々だから距離感覚がかなり鈍っているのがある。オフ変速機ガードされていら。そして遠距離だとイタリア戦車相変わらず硬いですな。おい、お前の戦車熱くないか。あちょちょちょ、なんで燃えてんだよ。と言ってもそれなるあるの燃料ガードだから被害ないっていう。なんか遠距離から撃ってきてるみたいだな。こちらペペシペ。こちら周囲機、右側に破壕戦車いるで。あいつに燃やされたのかな。一時はランク1ですらいられなかった破壕戦車のトモシリー。ちょっと奥で撃っているやつなんでこっちが見えるんだろ。多分、グラフィック最低まで落として草とかけしてるんじゃないかな。高スペックじゃないなら仕方ないけど、普通なら草とかけさないけどな。リアリティ消えちゃいますからね。とりあえずお仕置きしてくるか。あれー、敵が意外にもいないんだよな。リス岡上にはいましたけどね。初期ランクで岡上にいる意味ってなんかあるのか。やべえ、右前に敵戦。
ってことで2000目やで。何回かやっていて思ったけど、BT5 と T60 のコンビありかもしれんな。連射できる T60 と快速を活かせる BT5 はいいコンビかもしれんな。と言ってもみんな BT5 なんだよな。お分かりいただけだろうか。T60 なんて地雷戦車誰が乗るかってことを。というか開幕ダッシュが必須な低ランクなら序盤は BT5 選ぶのがっちじゃないかな。開幕でどこまで進出できるかでかなり変わるからね。さて廃工場だから確実に C 拠点の取り合いになるから、その間に B 拠点を取りに行くで。 C 拠点で奪い合いするよりかは B 拠点を周回する方が安定しますからね。あ、やべえ、イギリス戦車に酔えるわ。どれどれ、美味しくいただきますかな。弾薬庫ワンパン気持ちいい。綺麗に吹っ飛んだな。もう一両も倒しちゃうよ。オケオケ、このまま A 拠点ダッシュしてもらえれば B 拠点に直行できるしな。拠点を一気するだけになっていたからかなりカットしちまった。 C 拠点に敵いるから気をつけて。え、どこにいるし見にくいな。そんな大胆に見て大丈夫なのかよ。そう簡単に当たらないでしょ。はい、当たってんだよな。てことで T60 で再出撃。起点に T60 で航空機落としたのか。あー、なんかリスした直後に直回出してきたから機関砲撃ちまくった。返り撃ちにされてるんかい。やりますね。とりあえず移動するのでカット。これはちょっとまずい状況だな。ペペシュに下手したら敵に挟まれてるんじゃないか。これ下手に動けないやつ。お、あんなところに LVT おるやん。ちょ、リプレイでは壊れてるように見えるけど実際は壁すら破壊できず、乗り上げて機関砲を無理やり届かせてるんだよね。やっぱり T60 惨敗じゃね。そんなことはないでしょ。今更かもしれないが T60 使うならドイツの1号タイプ使えばいいんだよね。おい、この動画に対してにも蓋もないようなこと言うなよ。機関砲の戦車の履帯なら初期はドイツが最強だしな。あー、この壁壊せないの。中途半端な速度しか出ない。機関砲でも壁は壊せないってかなりマップによっては不遇だぞ。もう何が悲しくてこの戦車乗っているかわからなくなってきた。ここに瀕死の LVT いるって聞いたので来ました。あ、ちょ、それは伊が狙っているやつ。ほれほれ、キルするの多いしんじゃ。ちょ、まだリロード終わらんのかい。この戦車長所に対して単勝多すぎじゃね。壁壊れてくれ。じゃけん、いただいちゃいますね。取られた。私に助けてくれ。え、何事？ A 拠点強襲したら敵が多くいすぎたんこ。もう瀕死やん。リロード中だから倒してくれ。へいへい、あだぞ。その後チケット切れで試合終了。はい、ってことで2戦目はちょっと移動ばかりでカットばかりだけだったよ。久々にソ連の初期車両使ったけど BT5 で十分バイアス感じるわ。序盤から高機動戦に持っていけばイケイケどんどんで勝てますからね。ただやっぱり正面切って戦う車両ではないかな。回り込んで側面から強襲とかしかないかな。ってことで今回はここまで。高評価チャンネル登録お願いします。高評価チャンネル登録でうぷ主のやる気が上がりますのでよろしくお願いいたします。ではさよなら。